リサイクルを促進する取り組みです。岡山市のある町内会が24時間いつでも段ボールなどの資源化物を持ち込める施設を整備し、その活動が注目されています。750世帯2300人ほどが暮らす岡山市北区津高台です。地域の集会所の敷地内に365日いつでもエコステーションと名付けた資源化物を持ち込めるスペースがあります。家にある程度溜まったら持ってこさせてもらいます。自分のペースで持ってこれるのでとっても便利です。これは津高台の町内会が一昨年設置したもので、住民が運営しています。3年前まではですね、業者に委託してたんですけど、その業者の方が倒産しまして、で最初はボランティア集まってやってたんですけど、その際に資源ごみがほとんどその燃えるごみとして出されたんで、あ、これはもったいないなっていうことで、回収した資源化物はリサイクル業者に引き渡し、収益は設備の維持管理やスタッフの人件費などに充てられます。さらに月に一度全世帯を回って資源化物を回収する日を設けていて、足の不自由な高齢者などからも好評だといいます。730世帯で広いんで、青年部、子ども会、そういった方々が手伝ってくれて、回収をしてるんですよ。町内会や PTA などで資源化物の集団回収を行っている団体は岡山市内で850以上登録されていますが、津高台町内会のように24時間対応したり個別に回収するなどの取り組みは珍しく、去年岡山協同のまちづくり賞を受賞しました。缶にしろペットボトルにしろ、中を洗って出してくださったり、丁寧な出し方をしてくださる方がもう増えてきましたんで、今津高台、小学生が150人いますんで、分別も含めて、教育とかをしていくのも非常に大切じゃないかと思ってます。津高台町内会の取り組みはリサイクルへの意識向上に加え、次の世代への教育にも一役買っていると言えそうです。